あ、食パンそのままでいいね。ちょっと待って、こうやって、そういうことで、ちょっと待ってね、こうやって揉んでってね、こうやってやるってことね。で、重ねるとこうね、ね、これね、こう、はい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 、で、ここにもう一枚ね、こういうふうにね、はいはい、逆になっちゃったね、今ね、こうね、ビジャビジャだわ。まあ、ここに横にもね、こうつけてあげてね、こういうふうにね、これはやっぱ寝かして水を取んないとダメだね。で、こういうことで潰すってね。こうね、また、ていうかね、これひんやりしててね、すっごい気持ちいい。大丈夫かな、普通にまぶせばいい、味がなかったね。こういう風にね、あら、いいじゃん、おしゃれおしゃれ。一段お祝いケーキでございますね。即決パンで作ったヨーグルト風味のおケーキでございます。お茶箱ありがとうございました。ちょっと置いといてて、お祝いの飾り付けでね、ちょっと置いといて、ちゃんと出るとこも映すんでね。こういうのじゃないんだよな。9時50、なんか皆さんそのままお待ちくださいね。ちょっとちょっとね、待っててね、あと1時間ほどね。3周年のご挨拶、毎日寂しく過ごしていたからです。誰かと話したい、つながりたい、泣いたり笑ったり、時にはガチャガチャ言われたり、それからいろいろな人と出会い、そして別れました。皆様にご迷惑をおかけすることもあります。それでも温かく支えてくれてありがとう。目まぐるしい日々の中で落ち着ける場所、安心する場所、そんな3年という記念すべき日を
とても感謝しております。いつも応援してくれてありがとうございます。私です。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。2018年10月31日、富士山のアットマークモンジュイということでね、もしもし、はい、小峠くん、久しぶり久しぶり、どうしたの？ごめんね。あ、全然大丈夫よ。やっと落ち着いたわよ。もう落ち着いた？うん、このお祝いするわ、ね、今日さ、私ね、ツイキャス始めて3周年なんですよ。うん、そのおめでとう。ありがとう。3周年でもう随分稼げるっしょ。金、うるさいな、本当に。もうタイミング何よ。あ、なんか風の噂で3周年って聞いて、あ、おめでとうございます。はい、ね、最後はちょっと好感度上げしとかないと、これから先あのツイキャスで生きていけないんで、これからはね、クリーンな配信者目指すんで、モンジュリさん、おめでとうございます。ありがとうございます。今日も俺スロット頑張ってくるから。愛してるって言って。大好き、はい、じゃあ行ってくるね、頑張ってね。はいはい、お疲れさん。お茶なんかありがとうございますね。